疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでした、最低点数は。まあ最低限であるメダルを獲得することを絶対しなきゃいけないと思ってたので、最低限のことはできたかなと思います。昨日負けてからどのようにして気持ちを切り替えましたか。もう負けてしまって、負けてしまったことで、まあ、まだやっぱメダルのチャンスはあると思ったので、まあ、そこでしっかり切り替えて、まあ、でも昨日負けてしまったことは本当に悔しかったことですし、全然もう自分のレスリングが全然できてなかったので、そこは反省するところで、まあ、今回72キロ級っていう初めての階級でたくさんの課題だったりだとかがまたあったので、日本でしっかり課題を修正していきたいなと思います。今日は敗者復活戦からものすごく積極的な姿勢が目立っていましたけども、はい、まあ、コーチ陣にも、まあ、もう自分やっぱビビったりすると本当に良くなくて、ガツガツしてる時が一番いいと言われてたので、まあ、もう、まあ、もちろん目の前の相手にも集中したんですけど、まあ、絶対勝つと思って強い気持ちを持ってできたのは良かったなと思います。決勝戦では得意の電車道も出ましたけども、他の技も普段練習していて、そういった言われていたことが今回全くできなくて、そういうその技一つに頼ってしまったりとか、でもそこで封じられちゃったらまた悔しいっていうか、厳しい展開になっちゃうので、普段練習していることをもっと試合でちゃんと怖がらずというか、そのもっと出していったらもっと楽な展開だったので、まあ、そういったところは本当にまた一からしっかりやっていきたいなと思います。今唇血がにじんでますけど、これは決勝戦です。あ、そう、さっき言おうと思ったんですけど、なんか気づいてくれないと思って、まあ、我慢するかと思ってやってました。今回体重制限とかでやっぱり試合が苦しめたかったのかな。もう普段から大きい相手とも練習はしてるんですけど、やっぱアメリカ戦で本当に圧で負けて、普段だったら耐えれるような場面でも、耐えれなかったりだとか、まあ、やっぱそういった本当に強い相手でも、まあ、勝てるようにとか、自分の技が出せるようにしないといけないなと思いました。ウエイトはどれぐらいで飛んだんですか。69ぐらい、普段ぐらいの体型で、普通に増やしてもちょっと重くて動けなくなっちゃうんで、まあ、これぐらいの体重で、まあ、でもこの階級を選んだっていうのは本当に だからといって別に軽いとかも関係ないですし、しっかりやっぱこの階級に出たからには本当に世界チャンピオンになりたいなとは本当に思ってました。他に伺いますか。わかりました。お疲れ様でした。